神話に伝わる禍々しい神々。彼らは人を呪い、脅かし、陥れる。彼らはこの世に厄災をもたらし、破滅に導く。こんにちは、Mちゃんです。今回は深淵に潜む怪しき神々、災いの呪霊4000をご紹介します。放送神、それは数多の命を奪った放送の病がやがて災いを起こす疫病神となり果てた姿。疱瘡とは日本でたびたび流行した天然痘のこと。6世紀半ばの奈良時代、中国や朝鮮半島との往来が活発になったことで日本に伝来したと考えられています。735年に九州で発生後、瞬く間に日本全土へ広がり、当時の総人口の 30% ほどを占める100万から150万もの人が命を落としました。平民、貴族、国政を担う重鎮たち、医学がまだ発展していないこの時代、人々はただ祈るほかなすすべもありません。そうしておよそ3年にわたり猛威を振るった疱瘡は、やがて疫病神として捉えられるようになったのです。これ以降も日本では数百年にわたり流行を繰り返すこととなります。こうした中で、疱瘡神の魔除けとして赤いものが有効という考えが広まると、江戸時代には赤絵という赤一色の絵などがお守りとして人気になりました。伝承は日本各地に存在し、疱瘡神から身を守る、あるいは疱瘡神を祀るための様々な風習が現代にも残っています。賜物前、化けの皮は麗しの美女、されどその実九尾の妖子。時は平安時代、鳥羽上皇はある若い女官を迎えました。賜物前と呼ばれるその女官は美しく聡明で、鳥羽上皇は彼女を寵愛するようになりました。しばらくして上皇は原因不明の病に侵されてしまいます。朝廷の医師にも治すことができずにいたある日のこと、陰陽師阿部の安成が訪ねてきて、思いもよらないその原因を突き止めました。すべては賜物前の所業なり。そうして神言を唱えると、賜物前はたちまち狐の姿になりました。美しい女官の正体は国家の転覆をもくろむ九尾の狐だったのです。狐はすぐさま逃げ出して行方をくらませました。その後、那須の後、現在の栃木県那須郡にて九尾の狐が悪事を働いているとの知らせに、鳥羽上皇は討伐隊を編成。激闘の末、九尾の狐は退治され、遺体はやがて毒を吐き出す巨大な石となり、近づく者の命を奪いました。そんな毒の石を人々は殺生石と呼び、魂詰めの儀式は現代にもなお行われています。様々な伝説が残る賜物前ですが、一説には鳥羽天皇の皇后にして第76代近衛天皇の母にあたる藤原の徳氏がモデルになっているのではないかと言われています。低い身分の貴族の出でありながら、皇后という立場にまで異例の大出世をしたこと、さらにはその聡明さに政治面で強大な影響力を生涯持っていたこと、そして保元の乱の原因の一つを作り出したとされること、こうした点から渓谷の妖子と結びつくと囁かれているのです。光流、東西南北詩人に囲われ、その中央を守護する神獣。中国の伝承によると、光流は四方の方角を守る詩人の長にして皇帝の権威の象徴であり、その姿は黄色あるいは黄金であるといいます。嵐や雨を操る竜、黄竜と同一し、あるいは混合され、中国の伝説的な帝禹が治水工事を行った際には、尾で地面に溝を作り、川の水を海に流したことで工事が成功したとも伝えられています。日本においては陰陽師阿部の生命が刺激した
12体の式神、12天将のうちの1体である光珍とも同一視されます。黄金に輝く蛇の姿の神獣にして、争いや激しい怒りを司る強将です。12天将の詳細なお話は概要欄の動画をぜひご覧ください。ダゴン、メソポタミアの聖なる古代神、クトゥルフ神話の悪しき怪物。紀元前幾千年の古代メソポタミアにおいて、ダゴンは雨や穀物の神、あるいは半身魚の海の神として人々に崇拝されていました。ところが近代に入り、クトゥルフ神話に取り入れられると、その様は一変、恐ろしい化け物として語られるのです。クトゥルフ神話の生みの親、ハワード・フィリップス・ラブクラフトが記した1919年掲載の物語ダゴンには、このように記されています。第一次世界大戦が始まったばかりの頃、太平洋の最も開けた海域で一隻の貨物船がドイツ軍に拿捕されました。乗組員は捕虜となり、そのうちのある一人の船乗りの男は小さなボートで逃亡を図ります。太平洋に漕ぎ出して無事脱出に成功しますが、炎天下の大海原、あてもなく漂い、心は次第に弱っていきました。そんなある日、男が目を覚ますと、自分が黒いぬかるみの中にいることに気がつきました。どこまでも続く泥の塀や、ボートは少し離れた先に漂着していました。陸地も見えない海にいたはずが、いつの間にこんな場所に来てしまったのでしょう。波の音すら聞こえません。泥からは腐敗した魚や得体の知れない死骸が突き出して、ひどい悪臭がしました。異様な光景に男は恐怖を覚えながらも、気を落ち着かせこう考えました。おそらく火山が大きく隆起して、一部の海底が水面まで上がってきたのだろう。漂着して3日も経つと、ぬかるんだ地面は乾いて歩けるようになったため、男は探索に出かけることにしました。遠くに見える丘を目指して進みますが、歩いても歩いてもなぜだか全く近づいていないように感じました。数日後、ようやく丘の頂上にたどり着いた男は、丘の反対側に深い峡谷があるのを見つけます。そこの見えない真っ暗な闇、それはまるで深淵の混沌を覗き込んでいるかのようでした。谷の暗闇は月が昇るにつれ少しずつ光が差し込み、男は恐ろしく思いながらも衝動的に谷へ近づいていきました。そこで静かに流れる川の先に、白く輝く巨大な物体を発見します。見ると物体には謎の文字が刻まれ、それらは魚やウナギ、タコ、クジラ、甲殻類など海の生物をかたどっていることが分かりました。奇妙なことには、人のような姿をした謎の生物の絵も彫られており、それはあまりにグロテスクなものでした。巨大な唇、ぎょろりとした目玉、手足には水かきがあり、体はクジラほどに大きい。これは神の姿だろうか。人類の誕生以前、太古に絶滅した何らかの種族の遺産に違いない。そんなことを考えていたその時です。目の前の川が静かに揺らめき、中から鱗に覆われた醜く恐ろしい巨人が現れ、こちらに向かって突進してきました。そして物体を長い腕で巻き上げ、だらりとうなだれて不気味な声を発しました。ゆっくりとした一定の声が響き渡ります。男は気をおかしくして錯乱しながら元来た道を戻りました。そこからの記憶は曖昧で、気づいた時には男は病院にいました。わずかに覚えているのは、逃げ惑いながら耳にした大地の轟音と雷鳴、そして自分の狂ったような笑い声。男は海の真ん中でアメリカ船に救出されたようでしたが、そこには隆起した海底も黒いぬかるみもなく、体験したすべてのことは誰にも信じてはもらえませんでした。あのおぞましい巨人は
今も深海にうごめいて、私たちを脅かす機会を静かに伺っているのかもしれません。クトゥルフ神話の凶悪な神々6選については概要欄の動画でご紹介していますので、気になる方はぜひご覧ください。私 M のインスタグラムでは動画に関連するトピックをイラストや写真とともに発信しています。概要欄のリンクからぜひ覗いてみてくださいね。 M チャンネルでは世界に存在する不思議や都市伝説、神話などをご紹介します。この世の解明されていない謎に興味がある人は、今すぐチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。